それではその相模原から11人見ていきます。ゴールキーパー東ジョン、3バックに綿引き、東レンタ、山下、アンカーに岩上、中盤インサイドに吉武と増田、ワイドに加藤と橋本、2トップ瀬沼、斉藤と入っています。 YACC 横浜のスターティングイレブンです。ゴールキーパー小玉、後ろ3枚柳、二階堂、花房、アンカーに中里、インサイドハーフに大島と堂本、ワイドに藤田、古賀、ツートップ茅沼、佐藤と入っています。こちらも 3-1-4-2 で予想しました。こぼれ拾った古賀、すぐに取り返しました。相模原、吉武からつないで、ここから斉藤、見向きざま、距離はありましたけれども、まずはファーストシュートを狙ってきました。ニアに入ってくる、こぼれを手前で斉藤引き取ってからつなぐ、中盤の左右の選手はボール保持の時になると結構サイドに開きます。今も佐藤は右に開いたところからここで受けました。佐藤打った、先制 YSCC 横浜。佐藤は2試合連続ゴールです。右サイドをついていって中に入ってくる味方もいましたけれども、最後フィニッシュを選択しました。ここでうまく入れ替わりました。佐藤左にセットしてニアを打ち抜きました。東レンタ、山下、くさび、斉藤の落とし、これを拾った佐藤、または抜けませんでした。すぐさま回収、花房、いいボールだ。さあ茅沼、持ち替えて打ちに行きました。今度は真ん中巻いた、追いつきました相模原。ピンポイントクロス、ピンポイントヘッド、さすがの右足でした。中で合わせたのは最後加藤だったでしょうか。加藤のヘッドです。から真ん中へ伸ばしてくる、こぼれて押し込めませんでした。真ん中に落としてきてファーに抜けました。パスになりました。岩上、真ん中に伸ばしてくる、こぼれ、打ちにはいけない。ここから山下、期待感のあるミドルでした。柳うまく入れ替わりました。堂本の足元、中に運んで外が空きます。佐藤狙った、東が抑えています。セカンドを拾ったピーダーセン、そして堂本自分で行く、堂本パスにした、ピーダーセン打つ、まだある、狙った、パンチ力は十分でした。ここでピーダーセン粘ってシュートで、苦し紛れのクリア、
抜けてきた、デュークの独走、デューク打った、劇的相模原逆転。するコーナーキックです。そして試合が終わりました。 FC 相模原ホームでダービー勝利です。今シーズンの4勝目をつかみ取りました。喜びを爆発させます戸田監督。